こんにちは、メイナです。6月27日生まれ、中学1年生です。血液型は B 型です。趣味は写真を撮ることと歌を歌うこととジグソーパズルをすることで、写真を撮ることはパパから誕生日でもらった一眼レフカメラで写真を撮っていろいろな色に加工することが好きで、歌を歌うことはアナと雪の女王のレッド・イット・ゴーや生まれて初めて歌っています。ジグソーパズルはアナと雪の女王の1000ピースをやっています。特技は体が柔らかいことでスコーピオンをやります。特技を披露します。スコーピオンです。ここ最近一番ハマったものはアナ雪とディズニープリンセスにハマっています。アナ雪の映画を見た後はアナ雪のグッズをたくさん集めることにもハマっています。今までで一番思い出に残っていることは、と家族と一緒にメイナのバースデーディズニーに行った時に、ディズニーランドでやっている Once Upon a Time というプロジェクションマッピングのショーを見た時に、パパが座席抽選を当ててくれて真正面から Once Upon a Time を見れたことです。とっても感動しました。最近のいとおかしな出来事はまたディズニーの話なんですけど、 Once Upon a Time を見て映像や音、花火などたくさんのことがあって、すごい演出がいとおかしだなと思いました。メイはミニチュアビアーズというアイドルグループをやっていたんですけど、人の前に立つっていうことはミニチュアビアーズと少し似ていますけど、ミニチュアではなかった演技、ミニチュアでもやっていた歌、ダンスをこれからもどんどん磨いていきたいと思います。新しいメイメイを楽しみにしてくださいね。先生、メイはたくさんの人に印象づけるダンス、演技、歌をやりますので、よろしくお願いします。